崩れるぞ。お、みんな来た。助けに来たよ。さあ急げ、この先に飛空艇が止めてある。ん、ティナが変化するみたいですね。さあ行くのよ、みんな力を合わせて。ティナ、どうしたの？魔石がこの世界から魔法が消えていく。幻獣の存在がなくなるから。ティナの存在も。私についてきて、残された最後の力を使ってみんなを導く。そして何か本がありますね。こっからはこういうなんかお話だったよみたいな別視点なんでしょうかね。うん。そしてエンディングですね。なんか中途半端な感じでエンディング入ってる気も しなくはないけど。カイエン、ガラモンド。カイエン、そこのスイッチを。機械は苦手でござる。そんなこと言ってる場合か、みたいな。うん、どうしたものか。ディアッどや機械音痴もなんとかなるでござるな。踏んだだけじゃん。うん、セッツァなんかセッツァのテーマって落ち着きますよね。こういう飛空艇のテーマっていうか。うん、おっと。迷った時はコインで決める。待ちな。おお今考えていることの逆が正解だ。おお、でもそれは大きなミステイク。お前の口癖だったな、ダリューよ。王家のコインですね、これ。うん。両表のコインがね、マッシュとエドガーのイベントとつながってた気がするんですけど、今回それ触れてなかったですかね。どっちが王家を継ぐかっていうことで、コインを投げて決めたっていうのがそんな話だったと思うんですけど、いや、俺は兄貴に国を押し付けたわけじゃないぜ。兄貴は国を支える。俺はその兄貴を支える。だから俺は強くなろうとしたんだ。オルゴール、なんか可愛い。これどういう仕組みなんだろう。勝手に動き出すけど。ちっこいモグが。おう、助けてくぽー。うん。ぬいぐるみじゃないか。まさにクレーンゲーム状態でしたね。楽しんでるエドが。これはなんだろう、馬ろ。うん。
モグがちょこちょこっと近づいてきますね。まあこの二人の関係ですからね。うん、開かない。開かない。うわぁもう何とでもしそうですね。そっち掘るんかいみたいな。うわぁやりますね。まあ別にこれ何の関係のもない話というか脱出ですからね、これも。午後、うん。お。両方のボタンを同じ手順で押さなくては。午後、セリスの真似をしろ。お得意分野ですね。瞬きのタイミングも一緒。午後、同じ方向に行ったら、そら落ちるわな。お、これは、うん。ピカピカとか、キラキラ光るとか言ってたやつですよね、ガウ。ん?中身はなんだ?ガウ、近道、近道!すごい。こういうのはガウならではするんですね。ついてきた。ガウ、近道、近道。投げた。うん、ガウね、なんかあんまりゲームでは使ってなかったですけど、なかなか愛すべきキャラクターではありますよね。で、ロック。うん、ロックの話は切ないですよね。あ、セリスも一緒に出てくる。うん。ロックセリスが、なんか本当にヒーロー、ヒロイン扱いですよね。なんか。うん。おっと。何か。早く崩れぞ。お、危ない。ロック。絶対離さないぞ。絶対に。やっぱロックかっこいいな。バカ野郎、あんな、そんなもののために。うん、急げ。で、ティナ。うん。主人公だと思う。まあ、全員が主人公っていう風な捉え方で言う人もいるんで、別にそここだわらなくてもいいんですけど、ティナ、ブ、うん。ん?どうした?あ、マセキ。お父さん?あ、マディンのマセキですね。ティナよ、お別れだ。この世界から幻獣が消える。幻獣の血を引いたお前ももしかしたら。でも、もし人間として何か大切なものを感じることができたのだな。お前は人間として、この世界に。リルも。うん、そんなに違和感なく曲が変わってるのがすごいですよね。まあ人によっては感じてるかもしれないですけど、うん、おじいちゃん連れてダメおじいちゃん、あちゃダメ、諦めちゃおじ諦めダメ諦めちゃおじいちゃん読めないすまんの、弱音ばっかり入ってると似合う絵描くぞ、ああするだけは勘弁ぞ
脅しにかかってますね。でもね、本当は庭をおじいちゃんには一度書いてあげたいの。リルム、よせい。こんな時に霞んで前が見えんぞ。おじいちゃん高校ですね。口は悪いけど。でもいい子ですよね。で、シャドウ。シャドウがリンゴってのはちょっと、なんでしょうね。あ、手裏剣。ん？シャドウ？俺はいけないみたいな。行け、インターセプター。元気でな。ビリーよ、もう逃げずに済みそうだ。暖かく迎えてくれよ。このイベントもね、ちょっと発生条件がよくわかんないんで飛ばしてますが、多分宿屋泊まってなんかするとかだったと思うんですけど。まあ見せれたらよかったんですけどね。で、ストラゴス。お？届かない。じいちゃん頑張れ。まだまだ若いもんには負けんぞい。おお、じいちゃんやるね。キャッチ。ファンと言うとね、まあサンキューフォープレイングみたいなね。そんなノリでしょうね。そして、ついてきて。最後のマスキが。ティナ、もういいわ。あなたの力をもう。ティナの力がなくなっていく。ここでカタリーナの話ですね。頑張ってカタリーナ。私もまだ。頑張れる。まだ頑張れる。ティナは？あ、そこよかった。ありがとう、セッツァ。言ったろ、世界最速の船だって。で、こっからはもうセリフとかない感じですかね。まだあるか。で、駆け抜けてますね。さて、で、まあ一通り、大体流れがついたところで、話していきましょうか。FF ファイナルファンタジー6、実況ね、パート大体43かな、にわたってやってきましたね。
まあ、縛りね、ちょっと、ギリギリだった感じではありましたけど、まあ、それはそれで良かったんじゃないかと思います。時々見なかったことにしてくださいっていうのがあったのがちょっとね、悔やまれますが、まあ、縛りあるとき気をつけますよ。ごめんなさい。で、そうですね、FF もね、まあ、最近は個人的にテイルズのが、ね、好きになってきているんですけど、まあ、FF もね、昔から結構、好きではありますね。そうですね、1から一通り見るかやるかはしているので、結構ストーリーもね、壮大で好きなんですけど、FF6 はね、やっぱり一番個人的に馴染みがあるんですよね。なんかやりやすいし、スーファミにしてはなかなか綺麗なグラフィックじゃないかなとは思います。ストーリーもね、いい感じです。で、まあこの実況がね、終わったらどうしようかっていうことは、まあ特に考えてません。ね、これ上げてるのがね、定期枠じゃなくて不定期枠なんで、まあなんか、適当なものが上がるか、ディスティニー2とかね、そのあたりが、まだ続いて、ディスティニー21本で続いていくかは、まあ、その時次第でしょう。さて、で、あと何言えばいいんだろう。どうでしたかね。まあ基本テイルズシリーズでやってるからたまには FF ってことでやってみたんですけど、まあ FF はこれぐらいにしとこうかなっていうような自分では思ってますね。まあなんかねこれやってっていうのがあって、やれる状況ならやるのもありっちゃありですけど、まあ、ちょっと時期的にどうなってるかわかんないんで、まあ、それは、おいおいということで。で、結構エンディング長いですね。本当に喋ることがなくなってくるんですけど。そうですね。なんか、特徴的なキャラが多かったですよね、FF6 って。味方もそうですけど、ケフカとかもそうだし、レオ将軍とかもいい人でしたよね。なんか、キャラの個性がいろいろと見れるのがいいかなっていうのもあると思いますね。そろそろ終わりかな？何も出てこなくなった。曲もね、なかなかいいなって思ってたりはしますね。というか、FF っていろんなところでね、曲引用してたりするんでね、それもなんか、関連付けたりするんですよね。何度か言ってるように。飛空艇のね、セッターのテーマが、チョコボのダンジョン3とかでも使われてたりするので、ああ、懐かしいなとか、そういう関連もあったりするんですよね。さて。で、飛空艇はどこに向かって、どういう感じで終わるんでしょうかってとこもそろそろ気になってくる感じですね。さっきまではずっと飛んでたんでね。無事生まれたみたいですね。しかし、カタリーナの話ってこんなに重要な位置づけっていうことになったんですかね。もうちょっと軽い印象かなとか思ってたんですけど、
意外とここが大事だかなっていうふうに作者は思ってるのかなって感じですね。なんか、命を絶やさないみたいな、そういう意味では、取り上げられてるのかなっていう感じですね。あ、火事になったとこですね。みんな修理してる。直すの早いな。そしてシャドウがどこ行ったのかが気になりますよね。エドガー何してる？なんだろう、セリスを口説こうとして失敗して、そこにリルムがいる男、何言ってんの？どんまい気にすんなってみたいな。そんな感じですかね。あ、この目はちょっと、またこれも触れてなかったですけど、種を植えて、もしかしたら芽が出るかもしれないから育てていこうみたいな、そんなイベントがあったと思います。そう考えていくと結構未消化イベント多いですね。まあ、そういうね、完全なのも気になる方は、まあ自分でプレイしてみてもいいかもしれませんよね。まあ Wii U とかでね、バーチャルコンソールとかでやれるんじゃないかと思いますし、なんかスマホでもあるとかそんなことあった気がしますね。まあ、髪がなびいてなんか、最後にいい感じになってますね。そして、鳥が飛んでって、これは何を示すんでしょうね。ゾゾ山から、リターナ本部かな？この辺は。マレッシャの森ですね。なんか未来は、を築いていくっていう感じの終わり方なんでしょうかね。で、ジ・エンドと出て、これにておしまいですね。そして、多分あの曲が、流れる流れんかクリスタルの曲とかなんか流れるかなとか思ったんですけど、別に流れないみたいですね。はい。さて、じゃあ、こんな感じで FF6 実況、終わりたいと思います。長い間、あ、流れましたね、この。なんだっけ、この曲。プレリュードなんだっけ、忘れましたけど。毎度のこの曲ですね。さあ、じゃあ、流れたところで終わります。ご視聴ありがとうございました。